父のあれは韓国からの慶尚南道のコスン固い城、うん、慶尚南道の固い城郡コスン郡って言うんですけど、出身はそこなんです、うん、お母さんはご出身はどちら？やっぱり同じ近くですけども、ちょっと村が違うんです。多分父親は早く来とったと思うんですよ。それで一応はもう落ち着いたっていうか、そういう30号 の、 寮あの部屋ですかね、アパートを、そういうやっぱり借られるっていうのは目処もいろいろできて、それで田舎の方に嫁をもらいに来たんじゃないかと思うんですね。だからおふくろはもう僕が8年生まれですから、まあ7年か6年頃に端島に入ったんじゃないでしょうかね。大体学年にも結構いらっしゃいました？いや、僕はそう記憶ないんですよ。端島の8年会長名簿がありますよね、まあ、同窓会名簿の中にやっぱ金っていう韓国の名前があるの僕だけですね。そう言われてみますと、だからいなかったんじゃないですかね。あ、そうですか、うん、学校での思い出ってどうですか？あまり校舎で遊んだ記憶ないんですよね。どこで遊んでたんですか？やっぱ8階でしょうね。ちょうど建物 の、 7階までが住まいで、8階が屋上という遊び場ですので、当時パッチンって言ってましたけどね、カードをひっくり返して取るとか、ビー玉って言いますかね、ビー玉とか、まあ、そういう遊びが大体でしたね。だから学校から帰ったらやっぱりすぐ屋上に行って遊ぶって言いましょうかね。幼稚園の時から小学生新聞読みよったんですよね。だけ新聞の発行日の時にはあそこどこで買ったか、30号から階段を降りて出て行って、そういった買ったような記憶がするんですけど、そこで朝豆腐も買いに行きよったんですよね、下の方に。でそこで新聞もあったのかどうか知りませんけど、新聞買い行ったら「偉いね」とか言って、まあ小学生、いや呼ばない幼稚園の時でしたから、そういう意味で頑張らんねえとか言って。はい、皆さんから可愛がられたりはしたけど、僕はいじめられたっていうことはもう、ま、何ていうかな逆に可愛がられたとかそういうのはありますけどね、周囲の人とかいろんな方から可愛がられたとかっていうことあるけど、こう指さされて、あら朝鮮人だとかという、そういうことはもう全く聞いたことないですね。じゃあ端までね、その朝鮮の出身者の人たちが、まあ、裸でその奴隷労働させられてね、うん、逃げたらサーチライトで照らされて追いかけられたり、まあ、少年なんかがこう党に働かされたり、鞭打たれたりね、虐待されたり、その牢屋に入れられて、ね、いや、ないですよね。こんな話は聞いたことない ね、 ね。もしもこういうことがあれば、子供なんかにやっぱ噂がちょっとあれして、面白半分で見に行ったりすると思うんですけど ね、 ね。もし事実であれば、牢屋の
あると思うんですよね。そしてあのその鉄柵、柵、あれやっぱり金物ですから、あの全部なかったにしても何本かは残っとるはずですよね、錆びてでも。だからどっかにそれはあるはずやけどね、もし事実だったら、うん、と思いますね。なんでこの根も葉もない嘘をここまでその公にできるのかっていうのが理解できないと。で、まあ、先ほどもこ こういう砂資料を見せしましたけど、うちの親父っていうのはとてもその論理 的な人間でですね、あの、まあ、もちろん嘘はつかない人間でしたし、で自分の証言発言っていうのにものすごく責任を負ってましたし、で自分の記憶が間違いないかどうかっていうチェックもできる限りのことをやってましたし、でそれに関していろんな調べることも労を惜しまずやってましたし、でなおかつやはりその教養があった人ですから、うん、だから親父の言う話、まあ、証言発言っていうのは私はもう 100% 信頼してるんですよね、うん、嘘を言う必要がないですし、もちろん、うん、で作り事を言うこともないですし、だから親父は自分では最初に言いましたけど、自分の記憶っていうのはいくつかしかないと、うん、でもそれにあの補足するとか、自分の空想でこうだったからああだったはずというのも絶対ないですし、自分の知り得ることしか発言はしない人間ですからね。例えば三菱の炭鉱の構内で朝鮮の人だけ作業着を着ずに裸で働いてたってことはないですか？しかし、あの親父はもちろんあの炭鉱を着て入りますけども、こうして開けてみますと、もうあの黒いのがたくさん入ってるんですよね。上にそういう炭鉱着の厚いやつを着ていっても、もう体の中にはもうあの風呂なんか入ってみましたら、もう黒い炭鉱のあれがもう体の中に入ってますもん。それをあの裸や、それはもう暑いとこもあるわけでしょうけど、自分の体を考えたら裸でやれんですよね。仕事をサボったりした候補がいたら、特に朝鮮人の候補にはこういうふうにこう鞭を打って虐待をしてたっていうことをあったんじゃないかっていうふうに言われたんですけれど、当時はもうあの少しでも多く掘るというのが国の政策だったでしょうからね。それよりも上手に掘らしたり、こんな鞭を打ったらそれだけ仕事ができんもんね。やはり1キロでも2キロでも多く掘って、やっぱりあの政府の方に送らないかんわけでしょうけど、それに鞭打って一人の働く人間に傷つけていくというのは、どういう考えかがただ分かりませんね。僕のお父さんなんかやっぱり何人かこう部下を持つというか、部下の中にはもちろん日本人もいるのか、向こうから徴兵で来た人もおるのか分かりませんけど、当時五長とか言って何人か部下を持ってたんで、とりあえず給料を僕はもらいに行きよったんですよ。勤労課かなんかのちょうどあそこトンネル出たところ出ていくと横からですね、はい、ただおふくろから
お父様はその今言ったように五町か南海や危険が少し給料は良かったよということで、そっけこうちょっとほっこりになってこう給料をもらいに行ってた記憶あるんですよね。橋までは家族がみんな村に行ってた、うん、家族が村に行くの、うん、尊厳に関わることだと思うんですよね、うん、まあ、祖父と親父はですね、それを守る体っていうのもあったとは思うんですよ、うん、こんな嘘がまかり通っちゃうと、ね、受けてもないことを受けたと人から思われ、うん、差別虐待を受けてきたと思われ、うん、それは多分それもやっぱり許せなかったとは思うんですよね。未払いで例えばお金をもらえなかった人がいるっていうことはありますか？僕の考えは親父のあれでは、うん、都合が悪いから今年今月の給料は遅れるからっていうことは記憶ないですね。天下の三つ星ですからね。まず金がなくて支払いができんということは、小さな半ばの、 管理人が預かってきてやるということは、そこでちょっと、ね、握るということはちょっとまたこれ会社から、ね、注意受けるでしょうけどね、まずありえんと思いますね。やっぱり寮の半ばとかいう管理こうあるところ、その管理人が取って帰ってきたらこう個人個人にやる、会社はもう関係してんですよね、うん、僕はやっぱそう解釈しますね。僕のおふくろがですね、その韓国を朝鮮から来たその独身の人たちがいろいろ洗濯とか縫い物ができんじゃないですか。そうすると、まあ、どういうようなあれで分かったかどうか分からんけど、当時はミシンを持ってたもんですから、そういう時にはミシンでそういう破れ物を縫ったりですね、時にはもう、 こう洗濯なんかもしてやってたことがあるんですよ。まあその時にいくらかお礼もらったかどうかは知りませんけど、しかし金が中堅がというような話は聞いてないですね。ただ羽島から出たというのはですね、ちょうどだから僕が2年3年ですから、ちょうど戦争が始まってからですよね。ちょうどあの時に大きな事故が立て続けにあったんですよ、炭鉱で。もうお父さんここを橋もおったらいつ事故に遭うかわからんけんが、もう橋間から出た方がいいんじゃないかということで、そして橋間の炭鉱の方にはちょっと長崎の知人のところに行くということで、橋間から出る許可証をもらって、労務課からまだ帰ってこんのかまだ帰ってこんのかといういつも確認に来よったんですけど、いやまだ来ないでということで、そうするともう長くなると僕とお母さんはもう必要ないわけですから、炭鉱やっぱ当時は石炭をね掘るのがもう国のあれですから、やっぱ一つでも多く掘らんといかんような状況ですから、うん、そしたらもう逆に僕たちはアパートにおるのが書いてあるでしょうから、こっちまあ出るのを許可してもらったような状態で高野木に来た、まあ、それがまあ正直事実ですよね。じゃあ原爆が落ちた時にはどこにいましたか？長崎です。端島にいた方ですけども、端島から出てきたで大浦に住んでたんですけども、まあ、そこのちょっと頼って行って、そしてそこにいたんですよ。それでまあ、原爆をして、その時はもちろん原爆ということは分かりませんけど、それで夜家族全部でこれを追ったらまたいつ落ちて死ぬか分からんので、もうとりあえず荷物は置いて
もう佐賀に行こうと家があるわけですから、それで翌日 朝のその大浦から長崎の駅まで歩いて行ったわけですけど、県庁から先の方はもうあの家も何もないんですね。全部崩壊して、ただいろいろ噂を聞くと、あの当時道野ですかね、あの道野の駅から汽車が出てるみたいということで、それでまあ道野まで歩いて行ったんですけどそれであの、まあ、一応翌日市内に入ったということで、あの原爆手帳はいただいてるわけですよ。私はあの道野まで行きましたら、あのほとんどもうあの傷を負ってる方をもうあの伊佐谷とか大村の国立病院に送るために、もう全部貨物列車にむしろにあの引いて乗せて、あの健康な人はもう乗せんわけですけど、じゃあそこで夜までずっと待って、やっと全部そういうのが終わった後夜に乗ることができて、それからあの佐賀の方にとにかく命からがらということで、まあ、行ったんですけどね。だからあの、まあ、原爆はそういうことで、まあ、途中の光景はもうよく見てるんですけどね。でまた結果的にはもう長崎に戻ってきたような形ですよね。あの大浦の方に当時あの船がなかなかあの来ないもんですからね、あのだから政府は手配したっていうけど、それがなかなか来ないから、そうするとあの文字子があそこにもう線路に乗り行くのような状態ですから、いつ来るかわからんから、そしたらもう帰ってくる人もおるし、それから徐々に国内がやっぱそういう動乱とか起きて、帰って行ったら危ないわけですから、そういうことであのもう逆に帰るのを諦めて、あの長崎に戻って、長崎ちょこ方々にまたね戻ったりすることで、だから僕のおふくろの友達なんかはだいぶ長崎の大浦に一緒に住んでいる人も僕は知ってますし、ちょうどあの長崎のですね、あの大浦に弁天橋あるんですよね。で弁天橋のちょうど横にですね、あの海田ホテルだったんですよ。あれは海田ホテルはあの神奈川造船所の持ち物だったわけですから、で住まいがもちろんないわけですから、で神奈川造船所の方がそこに住んでよかっていうことで、あのそこにどーっと入った。それからだから大浦には長崎端までおった人はだいぶ結構住みました。だからそういう人たちも戦時中に端まではもうひどめに会うたねっていうような話なんか全然聞いてないですね。ぜひお話を聞きたいですね。いなくなった今もう本当に何も、できることがないので、とてもそれが残念で寂しいではあるんですが、まあ、こうやってね、あの、親父の意思を残そうと、していただける人がね、まあ、いると、だからもうこれはもう私にとってはもう周囲の方たちもみんないい人でね、そんな悪い負のイメージありませんしね、やっぱりあの僕自身がまだ小さいですから可愛がってもらったりしていい考えはあって、でもその端間にいて悪かよくなかったということは本当ありませんもん。